ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関区をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストはこの方です。まずは自己紹介をどうぞ。はい、新潟市中央区で法律事務所を構えてます弁護士の堀田慎吾と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さっきより元気がなくなりましたね。あ、はい、ちょっと緊張してます。緊張から入ろうかな。ありがとうございます。はい、今日はようこそおいでいただきました弁護士の堀田慎吾さんです。はい、堀田さんとはですね、いつだったかあるパーティーで知り合いましたかね。はい飲みの席しかあまりお会いしたことなかったんですけど、今日は真面目に仕事の話でよろしくお願いします。はい、お願いしますはい、このね、光の仕事人は、まあ、仕事がテーマなんですけれども、弁護士の方はゲスト初めてなんですよ。なので聞きたいことがいっぱいあるんですけど、まず堀田さんのプロフィール、大生まれはどちらですか？生まれは上越の高田ですね。あ、城下町ですね、はい、いいところですね。でそこで育ってから大学が東京。そうです。まあ、法律家を目指して、はい、じゃあ法学部ですよね。そうです ね、それでまあ4年間学んで国家試験っていうのを受けるんですか？そうですね、司法試験って言います。司法試験、はい、はい、それですぐに受かった。まあ、ちょいすぐぐらいで。ちょいすぐぐらいへえ、そんなちょいすぐに受かるものなんですね。いや、あの、運ですね。いやそんなそんな、運は実力ですよそうですか。それで受かってすぐ弁護士っていうのになれるんですか？受かってから今度、はい、あのすぐになる前にこう研修期間が2年近くあるんですけど、それでこう全国各地の裁判所だとか法律事務所でこう実務研修みたいなのを受けて。あ、そうなんですね、はい、じゃあ教育実習みたいなのが。そうですね、先生という、はい、それを2年間やるんですね、はい、で堀田さんはどこ行きましたか？全国の。その頃は私はもう東京でバリバリ働くつもりだったので、もう第一東京、第二神奈川、埼玉あたりで固めて、首都圏で、はい、で、まあ、第4あたりで新潟って、まあ、帰っても大丈夫だろうと思って書いたところ、はい、新潟出身だよねっていうことで、新潟市に配属になりまして。それはじゃあ関東圏が人気だったってことですね。まあ、そうですね。あと、まあ、上越と新潟の距離が分かってなかったっていうんじゃないですかね上越市出身なのに、はい、新潟だからいいでしょうと、はい、いうことで、新潟市と上越市ってね、かなり離れて、まあ、実家から通える距離ではないで行ったんですけど、それでもダメで新潟市でした、はいはい、そこからじゃあずっと新潟。そうですね、もうかれこれ16年くらい新潟市民です。そうですか、はい、へー、その何、2年間の研修っていろんな裁判所転々するんですか？市内の一箇所。新潟の裁判、新潟地方裁判所だったり、はい、家庭裁判所だったり、はい、あと検察庁だったり。おー、検察庁も行くんですね、はい、いやー、一般の仕事は分からないんですけど、検察庁って検事とかが行くものだと思ってるんですけど、弁護士もちょくちょく仕事で行くところなんですか？まあ、そうですね、刑事事件があるとやっぱり検察庁行って検察官とお話ししたりとか、うん、まあ、そういうことはやってますね。ねえ、よくほらドラマとかで弁護士と検事ってなんかこう争うじゃないですか、はいはい、で、仲が悪いのかなと思いきやそうでもなくて、まあ、あのちゃんと裁判所ではこう対立当事者なので、うん、はい、きちっとこう被告人のためにあのきちっとやる。そうですよね、割と新潟はまあ狭い業界なので、検事さんと、まあ、たまにこう公式飲みに行ったりとか、そういう機会もあったりして、そういうつながりも ね、あるわけですよね、はい、でドラマ 99.9 でしたっけ、はい、ありましたよね、あの松潤のドラマすごい好きでずっと見てたんですけど、あれも弁護士じゃないですか、でもその上司の弁護士さんが元検事っていう設定だったんです、はいはい、そういったこともあるんですよね、元検事で弁護士になるっていう、結局その司法試験っていう国家試験に受かると、はい、その弁護士になるか検察官になるか裁判官になるかを選ぶことができて、
なので裁判官になって辞めて弁護士になる人もいれば、弁護士から裁判官になったり検察官、検察官ないかな、まあ、逆にこうなったりっていうのも、まあ、あるわけですね、はい、その中で、うん、なぜ堀田さんは弁護士を選んだんですか。いろいろ諸説あるんですけど、自分の中で諸説まずなんかこう組織の中でこう、はい、働きたくないっていうのがあって、なんかというのもその中学の時に陸上部だったんですけど、であの顧問の先生と喧嘩をして、うん、俺はもうなんか誰かの指示に従いたくないみたいな小崎豊っぽいですね、はいはいはい、世界が。そうなんです、そんな15の夜もあり、でもやっぱり弁護士はその検察官、裁判官と違ってこう民間の資格で、こうまあ市民からこう直接相談を受けてその市民の支える立場っていうところがあって、あ、そうですよね、まあ、そういうことをやりたいなというのもまあ一つですね。そうですか。じゃあ結構15らへんの時は尖ってた。まあ結構尖っててでも陸上をやるスポーツマンだったんですね。そう、うん、まあそうですね、うん、高校時代は高校はあの顧問の先生とのトラウマから帰宅部にあ、帰宅部じゃあその頃から勉強してたんだねまあ遊んでばっかでしたけど、いやいや、どの辺あたりから弁護士目指してたんですか。多分その中学の時に、うん、まあ、そういうのもあり、うん、でなんかたまたまうちの両親が離婚をその中学の時にしたのもあって、あ、でなんかこう、まあ、世の中ではもっと困ってる人もいて、なんか自分も少しそういう気持ちも分かるかなっていうような、漠然と思春期ながらにそんなことを考えて、いや早いですよ目覚めるのが、いや私鼻垂らしてたもんまだ全然そういう職業仕事のこととか考えなかったですけど、もうちょっと見えてきたんですね、その頃から。そうですね。でなんかそのルートに乗っちゃうと周りがこう就職活動とかしだしても、はい、自分はいいんだみたいな、我が道を行くぞみたいな。でもそうするともう選択肢がなくなってきて、だんだんね狭まってきますよね。うん、でまあ法学部に入ってっていうことになるわけですけれども、でね、その弁護士ってすごいこうバーンって大きな肩書きなんですけど、はい、一般のね私たち市民はどんな仕事をしてるのかっていうのを具体的にドラマの世界しかわからないんですよ。堀田さん的には身近によくある仕事っていうのはどういう、具体的に言うと。確かにその弁護士ってなんかこう裁判所に行って法廷で証人尋問やったりっていうイメージがドラマで強いんですけど、ありますよね、うん、実際はこう裁判所の外で、まあ、事務所でいろいろ相談を受けたりとか、で地域に出て行って相談を受けたり、あるいはその、まあ、企業に行ってアドバイスしたりっていうような、その裁判所の外の仕事がいろいろ多くて、で、まあ、相談の内容もまあ、借金で困ってるっていうところから離婚ですとか交通事故や相続やら、最近はその身寄りがない方 の, その支援なんかも弁護士が関わったりですとか、まあ、いろいろまた企業側でいろいろ法的なアドバイスしたりとか、まあ、本当いろんな分野の相談を受けてやってますね。本当幅広いです ね, ですね、今聞いただけでも、へえ、そうなんだ。じゃあ、まあ、法廷でする仕事より事務所内でする仕事とか会社でちょっとそのアドバイスするっていうのは具体的にどういうアドバイスするんですか。企業法務といって、その企業間の取引でトラブルになった時に相談を受けたり、で逆にトラブルにならないようにアドバイスをしてやったりとか、まあ、そんなような。企業間で法律が絡むトラブルがあった場合ってことですね、はい、あ、そういうのも結構多いんですね。まあそうですね、それは会社をやってないと私なんか分からなかったですけど、なるほど。で、そういったこの市民相談みたいなのもあるんですか、あのどっかこう定期的に。そうですね、市役所で、うん、あの定例の法律相談があって、まあ、そこに担当で行ったりっていうこともやってます、うん、そうなんですね。本当にじゃあ市民と身近に関わる仕事ですね。よくこう弁護士ってあの、うん、社会生活上の医師って言われたりするんですけど、お医者さんみたいになんかこう、社会生活の困りごとがあれば弁護士にっていうのが、まあ、本来の姿 で, ですよね。ただなかなかやっぱ弁護士ってこう遠い存在というか、そうそうそう、敷居が高いところあって、そうなんですよ、なんですけど。
で、よくある質問が、地方書士との違いが、ちょっと具体的に分かります？司法書士さんは割と不動産の登記とか、そういう名義を移転したりとか、そういう手続きをこう、まあ、主にやっていて、うん、でただ弁護士がやる業務の一部が司法書士さんはできるんですけど、何かこう法律的なトラブルの代理人として、はい、本人の代わりに動いたりとか、うん、裁判やったりっていうのは、うん、それは全部できるのは弁護士だけなんですね。あ、なるほど、はい、じゃあ司法書士さんがその入り口窓口になって、じゃあここまでやったのであとは他弁護士お願いしますみたいなこともあるんですか？ね、引き継ぐ、はい、わかりました。今の例えすごいわかりやすい。うん、そうですよね。相続関係とか登記とかは司法書士のイメージなんですけど、まあ、窓口とか入り口で奥の方、ね、その後の方、うん、ぐちゃぐちゃになったとこみたいな感じですよね。おっしゃる通り。はい、そうですか。で、最近法律事務所で問題っていうか話題になったニュースがね、東京ミネルヴァ法律事務所の破綻というか、はい、ありましたよね。ああいったものテレビ CM によく流れていたじゃないですか、はい、うん、で借金が困ってる人無料で相談乗りますみたいな、ああいった形で破綻するのはどういったことなんでしょうね。うん、言いにくいかと思います。言える範囲で、まあ、そうですね、こうある、まあ、何年か前にこう弁護士の広告が自由化して、ああいうテレビ CM が出てきて、で、例えば借金の整理とかいうのも、まあ、地元の新潟の弁護士でも、まあ、普通にみんなやってるんですよね。そうなんですね。ただ、さっきの話じゃないですけど、その なんとなく弁護士って遠い存在で、新潟のじゃあどこに誰がいるのかとか、じゃその弁護士が何ができるのかよくわかんない、うん、そうなんですよ。そこでああいう東京の事務所の CM を売って、でそうすると見ると、あ、ここにお願いするんだなっていうことで皆さんお願いをされて、で、まあ、その後、うん、そういうことになってしまったと。はい、はい、だから新潟の人だったらやっぱり地元のね弁護士に当たって親身になって相談に乗ってもらった方がいいのかななんて思いますよね。まあ、いろいろ弁護士も人間なので、いろんな弁護士がいて、やっぱりこうセカンドオピニオンじゃないですけど、いろんな弁護士と相談してみて、やっぱ自分の一大事なので、この弁護士お願いしたいっていうのを選んでもらってお願いするというのがいいのかなっていうふうには思いますね。そうなんですよ。やっぱりね、今おっしゃったようにセカンドオピニオンみたいに、なんかこう相談に乗ったけどこの人とは相性が合わないなとか、話が通じないとかありますよね。ありますね。だから、あ、じゃあちょっとこっちの法律事務所に行ってみようとか、そういったのもありですよね。なるほど、分かりやすいね。そういった話を、こういう話もね聞ける人がいないんですよ、弁護士。やっと堀田さんがお知り合いになれたので今日ラジオに来ていただきましたけども、ありがとうございます。番組の後半もまだまだお話伺っていきます、はい、一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事の、今日は弁護士でいらっしゃる堀田慎吾さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、ちょっとね前半固くなったので、後半はプライベートについてもお話を伺いたいんですが、現在ね、2人のお子さんのパパでいらっしゃる、はい、ということで、はい、なんか、東京で知り合った彼女をもう連れてきたって言いながら、そうですね、いいですね、はい、よく OK しましたね、奥さん、まあ、ギリギリですね。ね、お知り合いもいないところにね、うん、いきなりこう来たわけなんですけど、はい、でも可愛らしい女の子2人を授かって、はい、いいですね。どうですか、じゃあ女に囲まれてる世界でしょ。私とは真逆なんですけど、うん、どうですか、キャピキャピ、もうすごいです、ね、ギャギャ、やっぱりもうすごい喋るんですかね、喋りますよね、女の子ね、はい、うん、だからもう口が達者で、なんか本当将来有効な弁護士みたいな感じでなんか言えばこう反応が返ってくるんで、あ、え、今女性弁護士も増えてますか。まあ、そうですね、ね、よくドラマでもありますけど、ね、じゃあ育てて成長させて、すごい今ね、そのお子さんで思い出したけど、子供六法っていうのがすごい売れてて、はい、本で、で何かのテレビで特集されてたんですよ。
で子供六法こういうのがあるんだってって、うん、うちの息子に小3なんですけど、うん、3年生見てたら欲しいって言って、うん、Amazon でポチッとしたんですよ、はい、で可愛らしいイラスト付きで子供でも分かりやすい、うん、でそういった虐待とかねそれもちゃんと書いてあるんですよ、うんうん、分かりやすく、うん、でそういったね法律がもっと身近に感じて子供にも分かるようになってで弁護士になりたいっていうね子も増えるんじゃないかって思うんですけど、うん、もしうちの子が弁護士だったらどうしようって今ちょっと浮かれてるんですけどでどうやったら弁護士になれますか？そうですね、あんまり適切なアドバイスができないんですけどなんかもう自分は本当にもう一夜漬けのプロみたいな感じで、そうでしょ、詰め込んで受かって、だからもう今のお客さんに申し訳ないんですけど、大体忘れてあ、じゃあもう一回六法全書を見直すってことも、はい、まあまあしてますね、ありますよね。なんか逆にその全部覚えきれるわけではないので、その都度調べるっていうことも大事ですし、なんかこう法律とか制度ばかりに頼っちゃいけない部分って実はあって、あ、そうですよね、そういうのは本当はまあ手段としてそういうのはあるけれども、なんか本当はその人のこう一大事をどう解決するかっていう、なんかこう共感だとか感情的な部分が出発で、じゃあどういう制度を使うっていうのがその法律だったりってことなので、で法律って国会でもうたびたび変わるじゃないですか、はい、新しいもの新しいもの、それをもう逐一覚えなきゃなんですか？いや全然覚えてないですですよねで今回のコロナもいろんな法律っていうか制度ができてるわけでしょ、うん、はい、で皆さんの給付金とか補助金とかで、そういったことも覚えているんですか？こう広く浅く押さえておいて、本当にそういう相談が来たら深く調べたりしてという形で対応してますね。コロナ関係でも相談者は来てます？結構ありますね。仕事がなくなったとか、どうしたらいいですかとか、でこう夫婦で一緒にいる時間が増えてちょっとうまくいかないとか、そっちか、コロナ離婚って言葉も ね出ましたもんね、はい、そうですよね、やっぱりある程度の距離って大切ですよね。そうですね私もだからリモートで主人が家で仕事してた期間があったんですよ。どうしようかと思いましたでも私も仕事に出てたので、ちょうどよかった、ちょうどいい距離感ちょうどいい距離感、そういうの掘った気はあります？もともとあんまりいないんでは。あ、そうかそうか、じゃあちょうどいい距離感。そうですねじゃあ弁護士さんはリモートもなかったわけですよね、あんまり。やっぱり面談で相談を受けないと最終的にはなんですけどですよね、やっぱりコロナ拡大した頃は電話相談やオンラインで相談っていうのもやりましたね。なかなかにね、話がこう進まなかったり、会って話したいっていうことも増えてきますよね、やっとまあちょっと元に戻ってよかったと思いますけれども、じゃあステイホーム期間はあまり変わらずでした？そうですね、仕事の方、逆にそのステイホームしてる皆さんがその困りごと、困りごとが増えたわけですよね。相談受けないわけにはいかないので、こういうあの透明の板を机に立てて相談の体制を整えて、あまりステイホームはしてなかったですね。そうですか。じゃあ家庭で家族といる時間もそんなに増えなかったです。そうですね、すみませんいいです、謝らなくてもね、お仕事忙しかったということなんですよね。で今ってやはりそういった離婚問題、夫婦関係の問題が一番多いですか？離婚と何でしょうね、借金、交通事故、相続とか、こうなんか常にこう誰もが経験しそうなものがやっぱりぐるぐる回ってる感じ、はい、多いですよね。ですよね、そこでこう気をつけている、目指しているところってありますか、お客様との。やっぱりまずその人のこう気持ちを受け止めるってところですかね。なんとなくこう頭の中でパパッとこういう離婚だったら調停して裁判してってこう浮かぶけれども、はい、なんかそれを答えを求めてるわけではない場合もそうですよ、ね、としてあって、やっぱりちゃんと話聞いて、どういう方法があるってその人に決めてもらうっていうのが必要かなと思ってますね。そうなんですよね、特に女性は共感脳っていうね、脳の構造が共感してほしいんですよ、話を聞いてほしい、
で男性は結構解決の方が、うん、の人が多いので、ね、解決して白黒つけたいみたいな人が多いですよね、うん、どうですか、まあ、そうですね、うん、なんか男性のでこう考えちゃって、うん、でもなんかその白黒つけたいじゃあこれでいこうって言って仮にじゃあ勝ったとしてもですね、はあ、なんかこう悶々として解決し、その人にとってはなんかこう解決しきらない消化不良の部分が残っちゃったりとか、まあ、気持ちの部分です、ね、そこのバランスをこう取らないといけないな、はあ、そうかそうか、そうですね、白黒つけるのが一番いい方法ではないかもしれないっていうことも伝えなきゃいけないってことですよね、はい、難しいなぁ。じゃあいろんなケースで、ケースがケースなんですよね、うん、十人十色でそれぞれの解決方法があるということなんですよね。で堀田さんは、まあ、弁護士としての活動もそうなんですけど NPO 法人にも入ってまして、そうです、ね、これはどういった活動なんですか。これは、まあ、弁護士でこう相談を受けていると、うん、弁護士のこう仕事の範囲で解決できる相談もあれば、はい、そうじゃないちょっとまあメンタルが弱っててとかなるとやっぱり弁護士はどうにもならないとか、あ、カウンセリングの方で、なんかいろいろそういうこのどっかに繋がないと解決にならないっていう方のがいらっしゃった時に、はい、じゃあうちではできませんで終わってしまうわけにもいかなくて、なんかそういうところでこう NPO とかってこういう制度の狭間だったりとか、はい、あの特化した形で支援したいっていうところがあって、まあ、そういうつなぎ先や連携先をこう見つけたいっていうようなところで、まあ、NPO の活動もいろいろやってますね、うん、その NPO はじゃあ弁護士さん以外にもいろんな職種の人が入ってるってことですか。そうですね、どんな職種の人、まあ、それこそカウンセラーさんもいるし、はい、あの農家みたいな人もいますし、税理士さんで NPO やってる人もいますし、うん、なんかいろんなちょっと変わった人たちの集まりも、本当に異業種、そうですね、ですね、はい、でも、はい、かえって、まあ、弁護士、法律事務所にいると、まあ、スタッフはそういう方ばっかりですよね、うん、なので違う世界を見るにはいいですよね。自分自身のこういう視野も広がったりとかもあるんで、はい、そう勉強になってますね。あ、そうそう、 99.9 にも出てきたんですけど、その弁護士になる前の見習いの人を、なんていう、司法修習生、あ、 その人も結構多いんですね、全国的に。そうですね、うん、はい、それでずっとその法律事務所にスタッフとしていながら、うん、弁護士を目指してまた試験を受けるっていう、あの試験に受かったその研修機関が司法修習生って立場、ああ、そっかそっかそっか、じゃあ受かってない人は何生なんだろう、受かってない人もいるスタッフとして、ああ、うん、なんかね、いろいろアルバイトですね見習いをしながらこの弁護士について学ぶのかななんて思いますけれどもね、いろんな世界がありますけれども、毎回ゲストにお聞きしてるんですが、人生を楽しむコツ、堀田さんの場合は、まあ、楽しめているかどうかは自信はないんですが、はい、まあ、なんかその自分の人生豊かに生きるために心がけていることとしては、まあ、いろんなことからやっぱ日々こう学び続けるっていうことをちょっと意識をしていて、なんかこう、まあ、自分の仕事だけじゃなくてこう日常的なちょっとしたことからも学べることもあるかなっていうのをいろいろ心がけてありますね。最近学んだことは、最近はですね、あの町内の、はい、あの公園清掃に行って、あ、ありますね、で、こう草取りをしてたんですけどこの草はなんで生えてくるんだろうっていうのを考えながら、哲学ですかねでなんかこう抜いても抜いても生えてくる、で生えてきた時にこうやって公園のみんなが集まって、で、あ、公園じゃない、地域のみんなが集まって交流の場になったり、で、あの合理的に考えるともう除草剤撒いたりもうコンクリ打っちゃったりしたら生えてこなくなるわけだけど、やっぱりそうやってまた抜いては生えてきてみんな集まりで、あの生えてきたらなんかこれをあのそろそろ、あの抜かなきゃなみたいなことを思ったりっていうようなことで、あの割とこう雑草だけども人の役に立つことをやってくれてるんだなみたいなことを草むしりしながら考えてたんですけどねそこまで深く考える人ってそういないですよね草むしりでちょっとなんかアホですねいやでもわかる、私も家の草取りしてるんですけど、はい、除草剤撒くのが嫌なんですよ、うん、まあ、そのね、土壌を汚すのも嫌だし、うん、
あとやっぱりね、草むしりをするときってそれこそ堀田さんみたいになんか哲学的なことを考えるんですよ、うん、無になるというか、うん、で、なんかその時間も大事だなと思うっていうか、うん、ありますよね。そうですね。そんなことを日々考えてるんですね。はい、法律の勉強しろって話です。いや、いいんですよ。だってずっと法律ずくめだと、ね。なんかそういういろんなバランスを取りながらやると人生が面白くなるかなと。どこでバランス取ってる？趣味とかは？趣味はあのマラソンをやってたんですけど、陸上部だけに。そうですね。最近はちょっとあんまり走れてないんですけど。そうですよね。なんかコロナの時ね、なんか走るのも大変だったじゃないですか。うん、公園走るなとか言われた時も。マスクして走ったら本当危なかった。危ないですよね。あれ本当危ない。呼吸困難になってしまうので皆さんも気をつけてください。うん、はい。じゃあなんか最後にね、あの困っている人がいたら一言メッセージをお願いします。はい、あの弁護士はなんとなく敷居が高いイメージがありますけど、あのこんな程度の人間も多いので、本当に困ったことがあったら気軽にあの相談してもらえるといいかなというふうに思いますので、うん、ぜひご利用ください。事務所の名前は？事務所は新潟港法律事務所。港はひらがな。そうです。ですね。はい、ということで、今日の光の仕事人は弁護士の堀田真吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。